公明党常任役委員会代表は公明党の最高責任者であり、党首に相当する。かつての名称は公明党中央執行委員会委員長である。党首選出選挙については公明党規約第20条で規定されている。しかし、1964年の決闘以来複数の候補者による党首選挙が行われておらず、無投票での党首選出が続いている。 日本の政治史では大まかに以下の三つの時代区分がある。現在の自由民主党との連立政権に至る公明党は中道政党としてはキャスティングボートを握ることがしばしばある。1999年11月以降から実施されている投資討論は首相を擁立しない連立与党だったため参加していなかった。2009年の 第45回解散総選挙で民主党への政権交代により自民党ともに敗北しげやしたため2010年2月から2012年11月まで自民党総裁の谷垣定一、安倍晋三とともに野党第2党の党首として民主党政権下の3人の首相を相手に党首討論に参加した2012年12月の自民党との政権復帰以降 公明党代表は再び与党党首となったため、党首討論に参加していない。2014年9月、党規約の改定により、中央幹事会と常任役委員会の体制や責任、職務権限が分割され、公明党代表は、中央幹事会の最高責任者ではなく、常任役委員会の最高責任者として、規定し直された。現在の公明党代表は、山口夏夫。 ありがとうございます。